祝遊は中国神話の火の神。炎帝の子孫とされ火を司る。そのため火災に遭うことを祝遊に遭うという場合がある。除火が破損した天を補修し、地上に平和をもたらした後、降水に降ってきたとされる。三海行の海外南行によると祝遊は南の神であり、その姿は獣神人面であるという。四季の 参考本儀によると、宿勇は、教皇と戦って、これに勝ったが、その際に教皇は不修山に頭を激突させたという。牧師の飛行によると、天帝の命令を受けた宿勇が、将の聖湯が夏を滅ぼす際に、夏の都の城に火を降らせたという。また、三海行の海内教によると、天帝に許可を得ずに洪水を防いだ今を 天庭の命令を受けた宿友が殺したという。式では古定時代の官名とされる。小説、通俗21詩では、登場人物の一人であり、人能によって諸公に封じられており、助公によって公開討伐のために召し出され、その任を果たしている。また、小説、三国支援儀の登場人物、宿友夫人、オビライドを主指定は、宿友の末裔と言及されている。 2021年に火星に到達した中華人民共和国の火星探査機である天文1号の地上探査車は宿遊にちなんで宿遊号と命名された。ありがとうございます。